イツ部門はですね、見方が変わります、タイツを使ってポコさんが何かになっておりますので、それが一体何なのかななんていうのを予想しながら想像しながら見ていただいて、途中で答えが出ますのでね、はい、これはでもルールは一緒です。2つの作品見てもらって投票、これは変わりませんのでいきたいと思います。それではタイツ部門いきましょう。タイツ部門まずは A の作品です。どうぞ。姿が見え始めます。さあ回転しておりますね。川田さんが以前来た時この回転台はなかったんじゃないですかね。なかったです、本当なかったです。そう、ちょっとこれは赤と、まあ、いわゆるちょっとこうね山吹色というかね、濃いめの黄色っぽいのと、そして頭からねちょっとポンと出て、この形がもちろん何かなんでしょうが、あ、来ましたね。あー来た、アース製薬コバエがホイホイ。こんなでしたわ。ありましたね、なんかちょ穴開いてて上ピョコンとなってて、僕持ってましたこれ。使ってましたな。いやこの色合い絶妙だな。いやすごい、この再現度すごいですね。絶妙。さあコバエというタイトルでございます。いや確かにね、なんか見たことあるなって気持ちあったでしょ、皆さんもね。はあ、すごいな。あれを見たときできると思ったんですよね。まさに回転台があることにびっくり。そうなんですよ、あれ結構ここ数年で、はい、使われ始めたんですけど、はい、ここ入ってきたときに絶対動きそうにないルンバあるなと思ったんですけど。さあさあ、それでは行きましょうかね。はい、素敵なまず作品でございました、コバエ。はい、そのコバエに対します、はい、タイツ部門 B の作品です。どうぞ。そう、こちらも先ほど同様赤のタイツではありますが、上は白で、ん？この形なんでしょうね。ちょっと真ん中に肌色のでぶら下がる感じと、これこそなんか顔か？いや、そうっすね。白い、あ、わかったぞ、出た！成人サンタクロース。本当ですね、これサンタさんだ、これ。うわ、ちょっと、いや、サンタさんじゃないですか、これよく見たらね。まんますね。確かにこれはすぐ分かってよかったぐらい。帽子が一瞬ね、なかったんで、はい、あれだから帽子かぶる前ですね。白髪のね、もう衣装は着てるんでしょうね、あれ赤ですからね。はあ、なんかクリスマス前にありがたい感じ ね、なんかまさに、はい。さあちょっとじゃあ見てみましょうかね、どちらになったのか。参りましょう。5、4、3、2、1、どっち。さあ、こういう、うわー、コバエ強い。あ、そう、やっぱちょっと衝撃度がね、まあ、高かったのかな、はい。